それね。それね。はっ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 え、500円イエーイ、負けといて、分かった、親尾島、親尾島、はい、うるさいぞ、何やってんだ、授業中だぞ。すいません。じゃあ授業続ける。じゃあ今日はな、おい青島、青島、さっきも言ってたうるさいぞ、頼むぞ。なんで俺だけなんだ。ったくもう、続けるぞ。三角関数の定理だ、今日はね。先週の授業でやったように、おい青島、何スプレーなんか持ってんだ、本当に。だから俺だけ。もう間もなく1ヶ月ほどでバレンタインじゃないですか。ああ確かに。でまあなんかそろそろさ、好きな女子は好きな男の子にチョコを作るため素材選びから始まるわけじゃないですか、うん、ぐらいの時期だと思うんですよ。結局バレンタインって何もらったら一番嬉しいのっていう。俺バレンタインもらったことない。いやいやいや、俺もバレンタインもらったことない。俺ももらったことないよ。ねぶっ飛ばすぞこいつ今俺バレンタインもらったことないって言ったら、お、マジっすか。うわメイドさんとかアイドルがライブ中にえーって投げるやつとかだったらもらったことあります。拾ったかな。でもはじめさん誕生日じゃないですか、その日。そうなんです。だからなんかバレンタイン兼誕生日だから多分死ぬほどもらってるんですよ。手作りすぎるとちょっとグロいと思われるかもしれませんしね。いや、手編みのセーターみたいな。なんか手作りのもの食べれないって言ってる人も。あー、人いますね。人が握ったおにぎり食えないみたいな。俺じゃん、うん、いや、無理なの。俺、人んちのやつです。え、マジ、親のギリかなぐらい。俺も知ってる人のはいける。そうだ、無理。でも誕生日にウームにすごいプレゼントが届くんですけど、こういう手作りチョコ届いたの、ピンクに。うわすげえ。ゆえさんは怖い。俺そんなの作んないよ。じゃ、もらっ…あなんだよ。はいよー、それそれそれ。さて皆さん、お忙しいところ申し訳ございません。今日たくさん集まっていただいたのは他でもない、この中で真の一流 YouTuber を決めたいと思います。おー、と言ってもですよ、もういるんですよ。まあ、A と B2 つの品物があって、よりどっちが高価だとか、要するに値が高いもの、用意しなかったことっすよね。そうですね。某格付けチェックっすよね。あ、格付け、そうそう、格付けだ。3、3でじゃあ分かれてもらいましょう。はい、パッ、うんうん、あ、いいですね。ということで、チームはじめ社長と言ってもいいでしょう。いやはじめくん、はい、大地くん、横目、縦面、そしてチームツルツル TV、 タナッチ、トマトくん、ツルリーチームですね。で最初は皆さん YouTuber なのでよく画質映像とかをご覧になってると思います。はいはいはい。今写真を2つ用意しました。1つは、まあ、大したことないカメラで撮ったやつ、もう1つはうんまんの一眼レフで撮った写真です。なんだって。それを当ててください。どちらが一眼レフのやつか当ててください。はい、まず1枚目こちら、よく見慣れた光景ですね。はいはい。で次がこれです。デレン。これチームで1個ずつ答え出せばいいってことですか。そうですね、後ろのチームも。あ、俺らも答えるんです。答えないといけない。チームで考えるのね。そうです。いや、どちらにも映像が強い人たちがいるからね。シンキングターン。多分ね、ボケ具合的にこっちが一眼だと思う。そうですよね、後ろの。なんか一眼の方が綺麗に撮れるんですけど、うん、設定が細かいんで、うん、光を上げすぎるとこうやって後ろの建物が光ボケとかするんですよ。なるほど、ちょっと色味的に、うん、設定失敗した感じがあるんで。確かに。ではだと思います。下に、お待ちください。例えば呼んできたよ、3人。おお、お前ら来い、おい、ゴミども。ひどすぎる。これ僕の考えを言わせていただいていいですか。一眼って結構色味の設定難しいんですよ、写真の、うん、ちょっと2枚目白すぎません？なんか背景のこの感じとかちょっと若干、うん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 、飛びがちじゃないですか。うん、で考えたら多分2枚目が一眼の気もするんですよね。いや、俺はお前を信じるよ。うん、じゃあよろしいですか。2枚目一眼大丈夫だと思います。では、はい、チームはじめ社長、こう言って。あー、やばい。ねえ、はじめがあるの開発してくる。ではまずはじめ社長のチーム、はい、一眼レフで撮ったのは、はい、こちらです。なるほど、はい、2枚、まあ一応2枚目ってことにしておきます。はい、チームツルツル TV、 どちらでしょう。一眼レフで撮ったのは
こちらです。おー、なるほど、意見が同じということですね、うん、両者正解でございます。では次、いやこれはコーヒー豆。いやだよ、わからんす、わからんす、ブライアンはわからん。で次はコーヒー豆ですね。A がこっちで、B がこっちの豆、これどちらかが 100g 数百円で、もう一方が大体3倍ぐらいの値段で、まあ、2000円超えていきます。高い高い。まあなんとうちにはですね、こちらコーヒー大好き男がいまして、おーコーヒー第一位でございます。ブライアンが大好きということで、食べるなり嗅ぐなりしてみて、ちょっと、うん、そうだね。じゃあ実食してみてください。実食、実食してみてください。どうどうどう、違いはあるっすか、匂い。鼻から吸ってるんすか。めっちゃこっち匂いません？そう、こっち匂うんだよ、めっちゃこっち匂うんだよ。めっちゃ匂うのが高級なのか、それとも果たして安物なのか。そうね、髪バリバリボリボリ。いや、分かった。おお、決まりましたか、お互い両者。決まりました、決まりました。もう俺が言っていい？うん、いや、じゃあまあ多分せーので高い方を指してください。じゃあいきますか。はい、せーの、ポン。おお、え、じゃあ何ですか、決め手はどこだったんですか。やっぱ香りですね。おお、すごい。 B の方が香りが強いというか、うんうん、香りは B のが強い、うん、おお、田中さん的にはなんか香りが強すぎて野蛮。あなるほどね、ゴリ押した感じで。なるほど、ね、ゴリ押した感じ。あと量が違うんですよ。いや、量は同じだけ買いました。あ、さじ加減なの。決め手がなんか、いや違う、陽平くんが量少なくしたからこっちの方が高いからちょっとしか買ってないんだよっていう読みの本当にそれみたいな、あ逆の逆を読むみたいなのをやろうとしたんだけど、まあさじ加減なんですね。はい、正解は B です。うわ、次は皆さん今着用しているもの、今年1年着用するものですね。はい、はい、スーツから。おー、ちなんだ問題、1点目、こちら、あ、ネクタイ、ネクタイです。2つ目、こちら。おー、うん、うわー、3つ目、こちら。え、3つになっちゃった。じゃあ A チーム、何かこれブランドな気がするんだよね。ポールスミスとか、きみこまやかさみたいな。そうそう、質感もちょっと、いやでもなんかね、こっちの気がする。うん、これちょっと伏線だと思った。うん、こっちだと思った。では、やってみよう。はい、あ、来いや、時間ねんだよ、新活動は。チームツルツル TV、 はい、ネクタイは触らないでください。はい、俺これはないと思うんだよね。アマゾンで超安かったんですよ、これ。ちょっとテカリ具合が、うん、似てるか、似てます。てかもうこれに2万出す。でもちょっとさ、なんかこっち2万狙いに行ったかないですか、なんかなんか雰囲気的に、うんうん、途中から柄変してるって珍しいよね。あ、なるほどね、うん、触るなとは言われてますけど、まあでも大事、あ、なるほどね、嗅覚なら大事。友高くんが僕の表情をチェックしてるメンタリストの、メンタリストみたいになってますよ、ね、さあ、じゃあそろそろいきますか。うん、じゃあこれでファイナルアンサーですか。いい、うん、はい、なので、じゃあ呼んで、呼んで、うん、ね、じゃあ早く早く来て。じゃあもう一度、両チーム、じゃあ何のネクタイを、はい、お教えてくださいませ、はい、せーの、ポン。おー、また分かれた。分かれましたね。チームはじめ社長が花柄の、チームツルツル TV が真ん中の濃い色のです。はい、正解はこちらです。ポールスミスですよ。ポールスミスがやっぱり。やった、うん、ポールスミスなんだ。では続いての問題ですか。お酒か、まあ一人ずつ未成年がいるんで、はい、まあそこを抜いての大人たちで、1本は1000円以下、1本は3000円とか。まず視覚的な話していいですか、うん、はい、薄いと濃いなんです。おお、そうですね、確かに確かに。色がドス黒いのとちょっと赤みがあるの分かりますね、うん、でも飲まなくても分かるんですよこれ。確かに、こっちは水足してるんですよ。なるほどね。そいつはもうそのままなんです。安いワインって水足してるの。水足してます。あ、そうなんだ。任せてます、あれで。次やっしゃっせー。さあ、ではチームツルツル、あぶら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 、あ、だあだ、シンキングタイム。もういいの。いや、どうぞ。一番飲んでっかんね、タナスさんが。いや、赤ワインとか飲まんよね。なんか知ってるよ、俺ガクトがこうやってやってんの。おお、どこ見てんのそれで。わかんない。匂いだけ嗅いとく。うっ、くそ。醤油じゃないですか、匂い。やっぱ視覚的なものしか見た目わかんない。ほら見て、ちょっと皆さん見てください。こっちの方が赤いんです。どっち？ B。
わかります？赤く見えるのがなんか濃いっていうか濃度がね。そうそうそう、わかりますよ、ほら、まあ、赤いからいいのか悪いのかはわからないんですけどね。そうなんですよね。赤いことがどうな出るかがわかりません。ってなると渋い方がいいんじゃない？ってなるとちょっともう一回飲もう。じゃあ渋い方よ。渋い方こっちよ。渋い方こっちだった。渋いね。分からんな。じゃあこっちが渋いって言う、もう一度こっちにしとく。さあ、回答が出揃いました。あああなる。ではまた、せーので、はい、両チーム、はい、せーの、ポン。ああ、揃っちゃった。揃っちゃったんだ。ということで、A のが、まあより高いものだと、うん、皆さん思われたということで、正解は A で正解です。やっぱこっちは大人だったから、やっぱ経験が豊富なだけ、もう見て、もうはじめさんとか、あ、もう、んなもう飲まないって分かるよみたいな。飲まずに分かったもん。なるほど。ってことです。ポイントが、ま、今、4問出て4問正解と2問。で、じゃあ、いよいよ次ラストなんですけれど、分からん。ラスト、これはもう、じゃあもう勝ち目ないじゃないですか、僕ら。いや、分かんないよ。一応次ラスト正解すると、2兆ポイント入ります。イエーイ。まだ勝ち目がある。で、さらに、間違えた方の中からちょっと対象になってもらいますかっていうの。対象になってもらいます。それはまだ言えないんですか。言えます。なるほど。では最後は男子の夢です。本当にシンプルに、一つは300円ぐらいだったのかな。で、もう一つが4500円ぐらいです。え、絶対し女性物の下着とかじゃない。それでは最終問題です。生理はなくて、ほらこれ匂うのありなんですか。うわすごい。100匂う。待って待って、うわ薄いよこれ。では好みとかはもうダメですよ。はい、とりあえず、チンキみたい。とりあえずちょっと、かぶってみてよ。かぶり、一回かぶって、一回、一回だけっすよ。これが、これが B だ。これが B、これが B ですね。じゃあ次、A のかぶってみてよ。あ、なるほど。あ、これもわかりました。はい。これが B です。これ見て、ほら見て、もうかぶり方がうまいじゃん。かっこいい、それ。かっこいい。それかっこいいよ。いいのします。それです。何注目してるの。じゃあ、読んできてください。おい、変態どもー。絶対に負けられない戦い、ここにある。かぶってもいいんですか。かぶってもいい。一回じゃあ、トゥルにかぶってみて。やっぱでも、フィット感大事ですか。フィット感大事だ。どう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 。ちょ、もう一回試していいですか。え、これかぶりづら。あ、スパイダーマンみたい。スパイダーマンだ。でも、冷静にパッと見たらこっちが高そうに見えますね。どう考えてもこっちなんだよね。いや、もう紐キリキリになってるんで。やばい、怖い怖い怖い。脱ぎな脱ぎな脱ぎな。破れちゃう破れちゃう。一回じゃこっちも入った。履き心地一回試してみよう。はい。これ毛。うわ、これ破れるな。アミアミンとかから毛出てきちゃう。ほら。何言ってんだ俺。やっぱ近い。全然違うやっぱ。一旦ここでアンケート取ります。ここの中でどっちが高そうか。せーの。あー、いいな。今聞いてても。こっち言うとき、脱げな脱げなってめっちゃ騒いでるね、こいつ。ああ、確かにね。うん、確かに。こっちのとき黙ってたんで、笑ってたんで。さあ、さあここで、ここで、回答お願いします。やばい。あ、あなる。では、最終問題。はい。チームの回答をせーので指さしてください。はい、高い方ですね。高い方です。せーの、ポン。うわではこちらの意見からぶつけてあげてください。はい、まあこちらとしまして、まずサイズに注目しました。うん、S サイズと L サイズ。300円って多分売れ残りみたいな価格な気がしたんで、 S と L で、まあ、売れ残りやすい方を考えると、女性下着やっぱりピタッとしてる方が多分履き心地がいいと思ったので、 L サイズの方が売れ残りやすいのかもしれないと。さらに加えて布の量、しっかりこう編んであるんですよ、いろいろこうバシバシと。これはこのなんか本当に陰部の部分に布が一切れ貼ってあるぐらい。僕あの試着させていただいたんですけど、はい、あのまず B から試着させていただきまして、はい、そしたらケンスケさんが脱げな脱げな、ちょマジ破れるから脱げなって言ったんですよ。でその後に S を履いたんです。はい、そしたら脱げな言わずに、それやばいってって言ってました。はい、ってことはですよ、脱げなってことはこれ破っちゃったら4000高い方だから、破れたらまずいという。それでは正解の発表いたします。正解は B です。
熱いもこいついいよ。ジャッジ、ジャッジ。見事な洞察力です。ジャッジ。はい。不正をした者がいると思います。では、罰ゲーム、気をつけ。吐くんだ。いや、2枚あるんですよ。なんで俺何も悪いことしてない。これはちょっとそのね、そちらのゲームマスター側がちょっと1週間、いや、ここで出てきてもらうだけです。1週間でき横漏れてるグロい、グロい、グロい。じゃあ、1週間やるしかねえよ。行きますか。